これは私が友達と食事に出かけた時に体験したお話です。もしもし、まだ？ごめんごめん、今駅着いたからすぐ向かうわ。もうしょうがないな、もう遅いから。すぐ、もう今飲んじゃってるよ。大丈夫大丈夫、何かお酒頼んどいてくれない？駆けつけ一杯するからさ。分かった、了解。はーい、はい、じゃあね。じゃねー。ごめんなさい、ちょっと友達もうすぐ来るんで、もうちょっと待ってもらっていいですか？はい、すいません、ありがとうございます。私を見てる。何？何？遅くなっちゃった。私が今日はおごりますので。どうした？顔色悪くない？大丈夫？あ、いや、なんでもない。そう？うん、大丈夫。飲みましょう。そうだね、もう遅かったね。そう、上司に怒られちゃってさ、捕まってたんですよ。嘘、最悪じゃん。なんで怒られたんだよ。超理不尽じゃない？本当納得いかない。だって絶対何も悪いことしてないでしょ。してない。まあ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 、とりあえずなんか飲み物頼んだから、なんか頼みな。何頼んでくれたの？飲み物。まだ、日本酒の扱い。日本酒扱い、そう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 、いいですね。寒いしね、この時期しみる。寒い、早く飲みたい。食べ物とりあえず頼もうか。そうだよね。何食べたい？何がある？私ね、お好み焼き。お好み焼き、私は唐揚げかな。いいね。いいね。枝豆とかさ。オッケー。あ、最高最高。
唐揚げ、枝豆、うん、なんだっけ、お好み焼きだちょっと忘れちゃう。そうそうそう、大丈夫、その時言うから。じゃあほんとお腹すいた。もう全然静か来ないからさ、ごめん、本当にもう本当に許しますけど。何ですか。はい、お好み焼き、お好み焼き、うん、はい、と唐揚げと、はい、枝豆、うん、お願いします。やったお腹すいたな、お腹すいたな、もう足りないものは後で注文しよう。そうだね、いやもうめっちゃお腹空いてるから。そう、お腹ペコペコです。仕事疲れにしみるそれね、そうだよね、そんな怒られた後でね、本当に。いやマジで毎回、うん、本当にあの静かの上司の話聞くたびにもうマジムカつくなと思ってて何なの。そんなん上司にバレたら私怒られちゃうから大丈夫、本当誰にも言わないで。言うわけないじゃんそんな、信じてますので。マジで、だって何年の付き合いよ。だって高校2年生の時かな、うん、同じクラスで、うん、隣の席で、うん、そう、結構長いね。ちょっと計算できないわ何歳だっけね今ね忘れちゃったよ年齢とか私何歳かな3歳とかね、二十歳過ぎてから早いです。それねそれね、やだわもうおばちゃんくさいなこの話が。年齢を気にしない方が絶対いいって、絶対いいって。もうお母さんずっと言ったら、お母さんずっともう腰痛い腰痛いってやめて私もいつかそうなるかもしれないから頑張ろう、運動しよう、いっぱい。そう、筋肉つけるといいっていうのに。あ、もう筋トレしてるよ最近。本当？うん。どこ？腹筋腹筋。じゃあ割れてんのかな。え、もうバキバキよ。あとで触らせてもらおう。あ、うん、ちょっとそれはちょっとな、ちょっと、ちょっと、うん、ちょっと、うん、どうしようかな大丈夫でしょ。ありがとうございます。何だろう、ん、うん、とりあえず買っていきますか。そうだね、イエーイ乾杯最高だねここ美味しい、あ、美味しい、幸せだわ。さすが掴んでるわ、幸せ、いいねえ、何、え、静か、ちょっとどうしたの。